登りゆく狂月のダメージがアップする。幻想爆発のダメージアップ。アップ量はアルレッキーノの攻撃力かけるその時点における命の契約のパーセンテージかける 700%。 どういうことこれ。ん、どんぐらい上がるんだ、わからん。攻撃力かけるその時点における命の契約パーセンテージかける 700%、 どういうこと。え、倍率なんだ、なんかとりあえず意味わかんないぐらい火力上がるのかな、元素爆発の。よし、オッケー。これでキャラ武器レベル90のテンプオール6、攻撃力2073、率 83.4、 会心ダメージ 236.1。 千道万象霹靂先陣、糸よ交錯せよ、捕まえた。風よ貫こう、もみちばん散らまく惜しみ、月のように永遠なの。おお、あ、待って、10万とか言う。やばい、火力出てない？蒸発が難攻不落。どの目が出るかしら。痛がった犬を捕まえた。驚かせてしまったか。いや、マジなんかすんごい雑に火力出るな。これでテンプロックか。で天道ここにある。部下を揺らぐことが、部下をやりに来てる。雲博さん入れて、炎拡散だけ、まあ、勝利の瞬間炎拡散で、いや結構エグいなこれ、やばい。うん、まあ、めちゃくちゃバフは入れてるけど、一つのテンプ6でこれは、え、生意気だぞ、ルカのくせに。うん、なんか言えんじゃなくても良さそうな気するな。なんか召使いカズハベネット勝利とかでも良さそう。雲が借りなく時終わりで、撤収。捕まえた。全力こい。凡庸で、いやでもやっぱ火力えぐいんだマジこれ。いやこれ無凸で出していい火力じゃないよマジで、意味わかんない。権限一つ目出していい軽くじゃない。みんながそばに。かかれ、捕まえた。糸よ、交錯せよ。やばいなマジでこれ、化け物だな。貫こう、天道万象。もうね、ベネバフは最後にする。全力攻撃だ。もう9万とか出るもん、蒸発なくても。ここより登る。キャップス、はっと。ガンザン八九、みんながそばに。別に蒸発なくていいんだよ。えぐいよ。いやえぐいなこれ。いや多分蒸発なくてもいい気がする。俺さ、しかもコスパいいわこれ。あのカズハ倉庫入ってるけど、倉庫無凸なんだよね。うん、さっきイエランは、まあ、貫突イエランだし、終焉も貫突だったけど、うん、なんか別に蒸発なくても良さそうだけどな。ほな貫突します。武器はまだ一旦無凸でいいや。
これどうなるんだ。あ、ちょっと待って、貫突効果率ダメ上がるだけじゃなくて、元素爆発の火力も上がるんだよね。剣道ぜひはっ、もみちろん散らまく惜しみ天理チョーク、さて揺らぐこと、みんなは俺が守れ。おお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 お、ちょ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 、あ、ちょっと待って、元素爆発撃つ暇がない。ああ、もうなんかもう20万出てたな。権限天理チョーク新手、みんなは俺が守れ。くよっ、一個先、月のように永遠な54万。いや、ダメだ、これはまずいぞ。ビビアンが一瞬で溶けてしまう。難攻不落、みんながそばにいてくれるわ。はっ、ねえに答えよ、貫こう。よっ、やっ、ここより登る。はい、15万。こりゃとんでもないな。天道、ここにある。うわー、これマジでちょっと天風と新しい生物つけたくなるね。剣芸風よ、もみちろん散らまって、うまい、僕の名のもとに来てじゃん。これ入れて、みんなは俺が、ま、月のように永遠なの。わー、140万。140万出たわ。結局結論構成、なんだろう、いや、この4人なんじゃないかな。無難な点でいくんだったら、でその普段使いを考えるんだったらベネットをイエランに変えていいと思う。そしたら移動も楽になるし、多分普段使いのことを考えたら、ターゲットは絞れたの？こんな感じとかなのかな、まあ、単純にそのロマンというか火力を求めるってなってくると、やっぱそのベネットとか欲しくなってくるけど、やっぱその普段のこうなんか別に精鋭狩りとか日課的なものとかでやるときに、まあ雑魚敵の瞬滅も強いし、移動も楽だし、鉱石も掘れる、あと盾にも移動できる。短期する人なら一つおすすめ。いや、短期も別に、短期は多分2凸じゃない、美味しいのは。2凸と4凸 ?1 凸で十分。いや、無凸で十分かな。無凸で十分。無凸で十分な強さのキャラだと思う。無凸で十分だし、なんか持ち武器も別に、まあ、やっぱ見た目でなんか欲しいとかっていう人は気に入っていいと思うんだけど、なんか持ち武器がないとめちゃくちゃやっぱしんどいっていう感じでもなさそうだったな。で、1凸の中段体制は割とおまけぐらいに考えた方がいいかも。まあ、飯使いめちゃくちゃ強いアタッカーなんで、アタッカー強い人は引きに行った方が、アタッカー欲しい人は引きに行った方がいいだろうな。投票どんなもん、でもめちゃくちゃ強いと思う、マジで強い。かなり、なんだろうな、まあ、最近出てくるアタ、なんか出てくるキャラ、出てくるキャラ、なんか大体強いからあれなんだけど、まあ、飯使いかなり強いね。マジトップクラスのアタッカーなんじゃないかな。使いやすさ、火力の高さ、どちらをとっても。まあ、さすが執行官第4位って感じの強さ。